ゲイドン級装甲巡洋艦。ゲイドン級装甲巡洋艦は、フランス海軍の装甲巡洋艦の艦級で3隻が収益した。設計者は、ルエミール・ベルタン。本級は、単艦での通称破壊船から艦隊直江艦までの汎用装甲巡洋艦として1897年計画で3隻の建造が議会で認められた。本級の元となったのは、ジャンヌ・ダルクで、 その小型版として設計された。また、普通走行巡洋艦として、ボイラーの燃料を石炭と重用使用できる、根性艦を採用した初のクラスである。船体形状は、前型と同じく高い関連を持つ、朝鮮主労型船体で概要でのしのげの未成は、良好であった。艦首から、前向きに19.4センチメートル速射砲を収めた。 乾燥式の手法塔1基を配置、司令塔を組み込んだ環境構造は箱型で両脇に船橋、ブリッジを持っており、その上に2段の見張り書を持つミリタリーマストが立つ。環境の背後に4本の煙突が立っているが、ボイラー室を前後に振り分けた間室分離配置を取っているために、煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く取られており、 真に四角形の通風塔が立っている。煙突の周囲は関西邸置き場となっており、原則に設けられた2本1組のボートダビットが片元4組ずつ軽発機で運用された。4番煙突の背後に簡素な後部マストが立ち、19.4センチメートル単素手法塔が後ろ向きに1機配置されたところで、選手楼が終了し、そこから甲板1段分下がって、 後部甲板状となった。複方は等間隔に配置された原則のケース名と、砲角から 16.3cm 速射砲が、単装砲がで片弦4機ずつ、計8機を持つ。他に、甲板状 20cm 速射砲が、単装砲がで4機、4.7cm 速射砲が、単装砲がで16機が配置され、 ミリタリーマストの見張り所に 3.7cm、単装機砲が6機が配置された。ゲイドンの未が一時大戦後も、砲術練習館として改装され、旧来の武装はすべて撤去され、13.9cm、単装速射砲10機に統一され、手砲と副砲のあった場所に配置された。他に、対空火器として 7.5cm 広角砲が、 単装砲芽で4機を搭載した。環境構造も多層化し、新型の速挙装置が搭載されて近代化された。手法は、モデル1893から96、19.4センチメートル、40口径、速射砲を採用した。これを単装式の砲塔で2機を搭載した。砲牙の不行能力は、行角20度、不角5度で、旋回角度は、 左右150度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、電力で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2発である。副砲として、モデル1893から96、16.3センチメートル、45口径速射砲を採用した、52kg の鉄鋼弾を、行角20度で、 射程一万六千百メートルまで届かせられる能力を持つ砲を単装砲がで発揮を搭載した。砲がの不行能力は、行角二十五度、深く十度で、旋回角度は百五十度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、電力で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分三発である。他に、対空火器として、 モデル 189510cm、45、後継炭素砲がで4機、オチキスモデル 18854.7cm、40後継気砲16機、オチキスモデル 18843.7cm、23後継炭素気砲6機を搭載した。対艦攻撃用に 45cm、水中魚雷発射艦炭素で艦首と艦尾に、計2機搭載した。 ゲイドンの手法として、同時期のクールベ級戦艦やプロバンス級戦艦の副砲にも採用されていた、新設計のカネーモデル1 9 1チ1 3 9 c m 5 5後継速射砲を採用した。その性能は、重量 39.5kg の砲弾を、行二25度で 16,100m まで届かせることができた。砲画の不行能力は、行二25度。 不角のなどで、旋回角度は左右160度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分5から6発であった。これを単装砲がで10機を搭載した。対空兵装として、モデル 19277.5cm、50口径光角砲が採用された。この砲は、ロングセラーで、続く、 シュフラン90巡洋艦と千里巡洋艦にも搭載された。その性能は重量5 9 3ラムの砲弾を行角40度で14,100メートルまで、最大行角90度で高度8,000メートルまで届かせることができた。方針の不行能力は行角90度、深く10度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていたが、 実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分8から15発であった。本級の装甲板はハーベーニッケルコーで、チーク材の上にリベットで貼られた。水線部には高さ1.35メートルの装甲板が、艦首から艦尾の4メートル手前まで貼られ、それぞれ厚さは艦首と艦尾40ミリメートル、 船体中央部は百五十ミリメートルの厚さの水線部装甲が張られた。主甲板の防御は、水平部が四十ミリメートルで、減速装甲と接続する傾斜部は五十五ミリメートルであった。甲板上の主砲塔の基部、バーベットは、最大で二百ミリメートル装甲で防御された。副砲の収められた砲角は百二十ミリメートル、装甲、司令塔は百六十ミリメートル装甲であった。 本級のシュボイラーは、フランス海軍で初めて竣工時から石炭と重油を燃料とする混焼艦が採用された。性能を比較するために、各艦とも異なる形式を採用しており、ゲイドンがニクローズ式、デュプティクアールはベルビル式、モンカルムがノルマンシガーティ式であった。搭載数は3隻とも28機で、これに推進機関として3段膨張型4。 気筒レシプロ期間3機3軸推進で最高出力19600馬力で速力21ノットを発揮した。なお、デュープティク・アールは最大出力2万馬力で22ノットを発揮した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。